青井太夫、本名、中川海は、島原太夫、タレント。京都市山科区出身。母は同じく太夫の下太夫。1987年1月19日生まれ。島原にて2歳8ヶ月から、ハゲ、12歳より、振袖太夫となり、島原の式きたりを学んだ。幼少より和の世界に親しみ、5歳より京米を習い始める。一方で、 高校卒業後は死亡していた声優になるため、専門学校に進学。専門学校卒業後は、映画、舞台、ドラマでの役者の他に、声優、ナレーターや MC など幅広く活動する傍ら、アイドルユニット、アムのメンバーとしてもライブ等の活動をしていた。2013年11月、アイドル活動を休止。正式に太夫としての活動に専念するため、 改めて修行を始める。2014年11月26日、下鴨神社にて、島原の太夫、青い太夫として、お披露目。昔ながらにハゲ、振袖太夫より修行を積み、正式に太夫としてお目見えした太夫は、半世紀ぶりのこととなる。その他、俳優、声優、ナレーター、MC、アイドルとしての活動多数芸人の、頂点太夫が、デビュー。 本物の遊び感じてほしい京都、島原移植の島原太夫、内八文字を、広元アイドルのメンバー母子二代、太夫の道へ、京都、下鴨神社で、奉納道中青い太夫お披露目道中と舞ありがとうございます。